グアムに向かいたいと思います。実は昨日ハプニングがあったんですけど、本当は昨日の飛行機に乗る予定だったんですけど、でもちょっと体調が悪かったので一回病院に行って PCR 検査とか受けて何ともなかったんで、今日の飛行機に変えてもらいました。それでは成田までレッツゴー。成田に到着しました。夜の便なんですけど、搭乗手続きとかが終わったのでこれから飛行機に乗っていきたいと思います。今日のコーデは今村の超楽ちんなワンピースです。グアムのホテルに着きました。今日は夜遅いのでもう寝ます。おやすみ。おはようございます。朝です。これからご飯食べに行ってきます。このアイリズの水着は洋服っぽくてご飯を食べに行けてとても便利です。ご飯食べに行ってきます。チョコかけすぎちゃった。ご飯を食べたらプールにレッツゴープール来たよ。これマッタっていうの売り物なんですけど、見た通りめっちゃ怖そう。私は怖すぎて乗れませんでした。プール楽しい。流れるプール行ってくるよ。映える浮き輪を持ってるとテンションが上がるよ。今日のコーデはヒューガル T シャツとシーンの水色スカートとルーズソックスです。あとピンク色のサングラスです。それでは行ってきます。赤いシャトルバスに乗ってグアムの街を回ると便利です。はい、ちょっと噛んでますね、ごめんなさい。それではバスに乗ってレッツゴー。バスに乗っていると壁にアートが描かれていてインスタ映えそうなところがたくさんあったよ。このバス停もかわいい。学校やお店いろんな景色が見えるからバスに乗っていても楽しいよ。お昼ご飯はここのお店に食べに来ました。ここはメスクラドスというハンバーガーのお店だよ。見て、キッズメニューでもこの量食べきれるか心配。でもポテトはカリカリで味はとっても美味しかったよ。食べていたら隣のフードファイターが大きいハンバーガーを5分で食べきれるかチャレンジしてたよ。でも大きすぎてチャレンジは失敗してました。ご飯を食べたらショッピングに行ってきたよ。ここがグアムの街の中です。レストランやお土産屋さん、ブランドショップがたくさんあったよ。次は JP ストアにお買い物に行きます。お土産を買ってホテルに帰りました。今日泊まるホテルは星野リゾートリゾナーレグアムです。見て、ホテルの中にゲームルームあった。行ってみよう。ゲームルームこんな感じ。ゲームルームは24時間営業していたよ。プリクラは3ドルで1枚取れたよ。日本とは全然違う機械だったけど日本語に設定できたから分かりやすかったよ。日本語ちょっと正面写真みたいな感じで加工とかもないからびっくりしたよ。撮るタイミングが分からなくて失敗しているところです。同じ写真が3枚。見て、日本のプリクラより全然でっかい。落書き機能はないけど記念になったよ。次はクレーンゲームやっていきます。じゃあこっち、こっちの、じゃあピンクの子狙い。日本の人形では見たことないぬいぐるみばっかり。
全部かわいい。あ、タキシードサム。1回1ドルなんで、お父さんから2ドルもらってきたので2回挑戦したいと思います。 お金を入れて、さて取れるかな。赤いボタンを押しちゃったから1回目を失敗しちゃいました。こうなるはずじゃなかったんだけど。ここで赤いボタンを発見。2回目はさて取れるでしょうか。はい、失敗。取れない。この日は諦めて寝ました。はい、2日目の朝ごはんです。甘いものが大好きなので、この日も1日目と同じものを頼みました。このカラフルなシリアル、海外ではよく見かけるけど、私は美味しくて大好きです。いただきます。朝ごはんを食べたら、この後海に行ってきます。海だよ。はい、ホテルの目の前のビーチです。青いベンチも可愛いし、海も青くてめちゃめちゃ綺麗。バナナボートやジェットスキーを楽しんでる人がいました。台風でヤシの木が倒れてしまったところがあるみたいなんですが、ここは大丈夫でした。あちこちにヤドカリさんやカニさんがいて可愛かった。ウォーターパークです。ホテルに大きいウォーターパークがあったので、2日目もそこで遊びました。グアムには3大プールがあって、ここ星野リゾートリゾナーレグアムはその中の一つです。他に PIC のプールとターザがあります。ターザは休止中でした。波のプールに来ました。この日は空いていて泳ぎやすかったです。このダイヤモンドの指輪の浮き輪も可愛くてお気に入りでした。プールの中にはカフェがあったり、フォトスポットがありました。プールの後はお出かけです。綺麗な海が見えるエレベーター、写真を撮ると映えるから隠れフォトスポットだよ。今日のコーデはロックなキャミと白いミニスカとルーズソックスです。ここがインスタ映えするピンクビールです。ここはすごく行きたかった場所の一つです。かわいい。建物がピンクで超かわいかった。いろんな人が写真を撮りに来てたよ。写真映えするからインスタや TikTok に超おすすめ。他にもかわいい壁がたくさんあったよ。空の絵の道路もあったよ。アイスのお店スノーモンスターに来たよ。これからアイス食べていきたいと思います。いっぱい種類ある。ここはガイドブックによく載っているアイス屋さん。なんとか注文できました。アイスはカラフルだし、トッピングの種類がすごかったよ。私はマカロンとハリボーを選んだよ。アイスできた。コーンまでピンクなの可愛すぎる。いただきます。さて、見た目は可愛いけど味はどうかな。めっちゃ甘い。とにかく全体的にすごく甘くて味が濃かったよ。チョコレートアイスを頼んだんだけど、サーティワンのロッキーロードアイスにそっくりだったよ。ハリボーめっちゃ大きい。この後わたあめを頼んだんだけど、びっくりすることになったよ。それはなんと、見て！やばい、超でかいの来た。原宿のよりでっかいかも。いただきます。超大きくてびっくり。聞いてください、これ。ちなみに小さいサイズです。大きいサイズ頼んでたら、どんなのが来てたんだろう。甘い。
味は日本と同じだったよ。口の中ですぐ溶ける。それはそうだろう。Kマートというスーパーに来たよ。ここには現地の人たちもたくさん買い物に来ていました。中にはフードコートもあったし、食べ物やお菓子、お洋服、日用品などが売っていたよ。コストコみたいで全部が大きい。来て、バイブチョアがいっぱいある。おもちゃがいっぱい売ってる。見てるだけで楽しかったよ。お菓子を買って帰りました。ジュースでっかい。ホノルルコーヒー来たよ。アサイーボール頼みました。おいしそう。いただきます。ブルーベリーみたいな味がして美味しい。パンケーキも美味しそう。ABC スターに来たよ。グアムのコンビニ店のところです。行ってきます。 ABC ストアは街の中でよく見かけるよ。中にはお土産や食べ物が売っていたよ。日本のコンビニと違って24時間営業じゃないから気をつけてね。めっちゃ可愛いリップとかがめっちゃ売ってるんだけど。見て、この間さ、いっぱい入ってるのにさ、ほら、色が違う。私はこのリップを自分のお土産にしたよ。ピーちゃんとクロミちゃんの日焼けしてる。ドラえもんも日焼けしてる。この日焼けシリーズ可愛かった。なんで日焼けしてんの？グアムだからだよ。海外のお菓子に夢中になっています。この2色の伸びるグミに決定。無事ゲットできました。町の中心地からは少し遠いけど、中はすごく広くてウエスタンな感じのおしゃれなお店だったよ。私はパスタにしました。一つ一つのメニューが大きくてびっくりした。味はすごく美味しかったよ。この日はご飯を食べてホテルに帰りました。ごちそうさまでした。帰りの飛行機に乗るために空港に来ました。免税店でまたまたお土産を見ています。迷ったけどテディベアを買ったよ。早朝便だったからフードコートで朝ごはんを食べました。朝早くからお店がやっていて、私はバーガーキングを頼みました。バーガーキングは日本と同じ感じでした。飛行機に乗っていきます。グアムにさよならです。2日間しかなかったけど楽しかったよ。見てくれてありがとうございました。キューガルも見てね。ナナハでした。